局の後輩に尻を叩かれるように正月さんが実明け、4日に自身のインスタグラムで退社を発表したのが、同じく TBS の吉田明星アナ、30、宇垣、吉田と二人のエース級アナが一斉退社になった TBS。過去を振り返れば、田中みな実や増田絵里奈、33、など、人気女子アナが旬の時期にフリー転身したケースと重なるが、母体である東京放送がテレビ番組の制作業務等全般を業務委託する子会社として TBS テレビを設立したのが04年10月のこと。05年以降の入社女子アナは東京放送時代の女子アナに比べて一気に給料が下がってしまった。そのため若くして人気を獲得した女子アナにとってはフリーでやりたい仕事をやっている方がストレスもないし、稼げるというのが定説となっています。TBS 関係者、フリーで稼ぐか、経済力のある野球選手の玉の輿に乗るか、どっちを選ぶかが TBS 女子アナの処世術なのだという。吉田アナも局に未練はなかった。吉田アナは16年に一般男性と結婚し、昨年3月から産休入り、5月に長女を出産しています。今回、1月末での退社を発表しましたが、実は G は産休入り前からすでに上層部に伝えていました。局側は看板アナだけに当然強く言うしたのですが、本人の意思は固かったようです。退社時期については、当初は年度末の3月末を予定していたのですが、退社報道が加熱してきたため、吉田からの申し出で若干早まったようです。やはり、育休をフルに使い切ってすぐ退社するのは、今後フリーで仕事を続ける上では、あまりイメージが良くないですからね。TBS 関係者、もっとも、すでに局内では席なしとの声も上がる。局内では皆川玲奈、27、山本里奈、24、など後輩アナが躍進し、産休明けの吉田アナが局に出戻ろうと思っても、復帰は苦がないのが実情です。インスタでは、ママウンサーを目指して頑張ると宣言していた通り、出産後は自身の SNS に娘の写真ばかり投稿。実家が保育園を経営し、自身も育休中に保育士の資格を取得したようです。退社後しばらくは子育て系メディアから引っ張りだこでしょう。芸能レポーター、吉田アナは1月6日に以前担当していたサンデージャポンに出演し、フリーになって出演したい番組を質問されると、娘の成長を近くで見ながら自分のペースで働きたい。呼んでいただけるならどんな番組でも出させていただきたい。と、堂々フリー宣言。今後は子育て主婦キャラでママアナトップの高島彩、39。